船山一号墳は愛知県豊川市八幡田町城宿にある古墳。形状は前方公園墳。豊川市指定史跡に指定されている。東三河地方では最大規模の古墳で5世紀後半頃の築造と推定される。愛知県東部、西湖瀬川、小戸川の間の鉱石台地の基部に築造された大型前方公園墳である。 これまでに隣接道路の改作時などに、噴球の大部分が作兵を受けているほか、考古学的には、数字の発掘調査が実施されている。噴形は前方五円形で、噴球主軸を東西方向として前方部を正方に向ける。噴球は3段蓄成。噴球長は95メートルを測り、東三河地方では最大規模になる。噴球表面では波庭。 吹石が検出されている。紛糾コビレ部では左右両側に作り出が認められ、南側作り出からは食物とも根ん儀礼異物が出土しているほか、紛糾周囲には集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は明らかでないが、戦中の防空壕掘削時には鉄製品が出土している。その他に、 噴球北側には倍長と見られる宝墳一揆が存在したが現在までに失われている。この船山古墳は出土品等より古墳時代中期の5世紀後半頃の築造と推定される。被葬者は明らかでないが仙台旧児本儀、国造本義に見える有力朝に保国造に任命された宇永足にに否定する説がある。三段築成の様相や噴球規模の点では 東三河地方の古墳の最上位に位置づけられるとともに、食物とも根儀礼異物の湿度の点では、山東県との関係性が指摘される。また、豊川水系の古墳としては、突然の大型墳の築造という様相になり、新しい機内文化の流入、定着を象徴する古墳になる。古墳域は1965年に、豊川市指定史跡に指定されている。なお、 本古墳は、後世の姫街道沿いに位置するほか、付近では、三河国府跡、三河国分寺跡、三河国部アマデラ跡が立地し、立領成果でも、三河国の中心地を成した。上野戸交差点からの円形手前左右に、愛知県道5号。かつて前方部は、左の指導以上まで伸びていたが作閉されている。古墳の規模は次の通り。墳急区ビレ部では北側。 南側の両側に作り出が認められる。南側作りでは約8.3メートル4.0メートル、北側作りでは約8.5メートル4.5メートルを測り、ほぼ対象型になる。作り出の上面らでは、円筒波に和列が認められているほか、南側作り出ではざる形皮らけ、小型高月、食物系土製品などの食物とも今ンギ異物が検出されている。 その他、噴球からは、埴輪質疑が数期出土しており、現地では、復元模型1機が展示されている。噴球断面船山1号噴では、2017年度に、隣接道路の拡幅に際して、前方部の噴球解体と同時に、森土構築手法の確認調査が実施されている。同調査によれば、噴球の森土を構成する土は、黒色系と、 高褐色系の2種類の地山土になる。そのうち黒色系の土としては、地面表層の不要土層をブロック状に掘削したものが使用される。噴球築造の工程は次の通り。まず築造場所の地面上に設計図が設定される。そして、古墳周囲が掘削され、その掘削度が内側に50センチメートル程度盛られて、平坦面が形成される。ついで、 その一段目平坦面の中央部、側面付近において、土手状に盛り土された後、その間、上部に九十センチメートル程度盛り土されて、平坦面が形成され、そのさらに上に四十センチメートル程度盛り土されて、平坦面が形成される。その後、その二段目平坦面の中央部に、土手状に盛り土された後、その周囲に一一点メートル程度盛り土されて、 平坦面が形成され、以上で一次紛糾が構築される。この一次紛糾の上に、森土で拡幅される形で二次紛糾が構築され、同様にして二次紛糾の上に、最終紛糾が形成される。最終的には、吹石が施されるとともに、円筒波には、浅顔形埴にはが樹立され、紛糾が完成される。以上に見られる手法のうち、表土積み替え工法は、 当時の機内地方で例が知られる手法であるが、地方では中核的古墳で限定的に採用された手法とされる。そのため本古墳も機内勢力の影響下での築造背景と推測されている。また土手上盛り土を設けて、壇上に盛り土する手法は主に西日本に見られて、西日本的広報とも称され、墳球中央の昇級に肉付けして拡幅する。 東日本的広報とは正確をことにする手法になる。1945年の防空壕を掘削時に出土した遺物は次の通り。その他、前述のように発掘調査では、噴球場から、円筒波庭片、土器片、土製品が検出されている。船山古墳の倍長と推定される古墳としては、船山に号墳が存在した。この古墳は、 船山古墳の北側に位置した方墳で一辺約19.5メートルを測った。1964年に調査が実施されたが、その後に失われている。所在地交通アクセス周辺注釈出店。ありがとうございます。